おざす、TC 進です。さて皆さん、ちょっとね、忘れてることがありました。今日4月18日、何の日か。そう、誕生日です、私の。はい、ハッピーバースデーパーティーよ。タイトル「誕生日バースデー」って書いてるけど、あれネタなんで、誕生日になってますが、ネタんでね、気にしないようにしてください。はい、というわけで、拍手。今月、今日をもちまして、私みそじ30歳になりました。やったぜ。いいのかな。なんか悪いような気もするけど、まあこれでね、一つ男としてのれ歴、株上がってないか、別に何もしないし、まあなんかまあ歴っぽいのが上がったということでね、まあ一つの節目ですよ。30つったらもう人生の3分の1ぐらいは生きてきたんで、何歳で死ぬか知らんけど。というわけで今回もね、まあ実況、おーいっす。まあ実況しながらね、やっていこうかなと思っております。まあ今回は主に雑談メインということで、一応これ後取りじゃないんですけど、なんていうかな、まあそのままプレイしながらやっていきます。だから成績多分ボロクソになるかもしれないけど、ご了承して。こんな感じね。まあしょっぱい成績になると思いますが、今回は誕生日について語っていこうかなと思っておりますんで。で、まあ最近の変化、まあ、私個人の変化なんですけど、まあ、ちょっとね、一人暮らしをすることになったということで、まあ、いろいろとね、まあ、疑問に思われている方がおられると思いますが、まあ、そんな難しいことではございません。県外に出るのか出ないです。OK？ あ、戦車かこれ。高知県に住んでるままですね。まあ、ちょっとね、実家から遠くなっちゃうんで、寮住みということになっちゃうんですが、まあ、一応ね、PS4 も持っていくんで、まあ、実況等々は多分、頻度は変わらないと思うんだけど、どうだろう。そう、3日に1本とかになるかもしれない。ね。まあ、この世界最強の神ゲーと言われている BF5、実況者が少ないということで、ね、私は希少な存在だと思いますが、ね、時矢の森に出てくるピカチュウみたいな感じですよ。あ、分かりづらい、すまんね。まあ、そんな感じですがね、まあ、とりあえず極力投稿頻度はね、今までと同じ、2日に1本、1日間隔を空けて投稿という感じにしていこうかなと思いますが、まあ、あげれなかったらごめんなさいといった感じですね。その時はどうしよう、極力配信で埋めるようにしますので。配信はね、いつも通り、不定期に行いますといった感じですね。不定期です。まあ、そんな感じでやっていきます。いや、もう気がついたら生まれて30年ですよ。早いっすよ。いや、なんかクソ早いんよ。なんだっけこれ、何効果っていうんかな、忘れたけど、なんかね、人生全体通して20歳から体感時間の人生の折り返しらしい。いや、まあどういうことかっていうと、まあ、0歳から20歳までと、まあ、21歳からどんぐらいかな、まあ、平均年齢として、まあ、70歳ぐらいで、まあ、昇天するとするじゃないですか。 昇天でなんかラオウみたいになっちゃった。まあ、亡くなるとするじゃないですか。その体感時間はこの20年と50年ってほぼ同じらしいです。あ、内漏らし？いやね、結構ね、それ当てはまるんだよ。なんか1年1年が長い。いやね、なぜかね、1日は長いんだよ。ああ、起きたー、仕事行くかー、だるー、終わったー、みたいな感じなんだけど、そう、1年を振り返って、回想してみると、頭の中で、いや、めっちゃ早いの。それを実感するのが、俺はね、23歳ぐらいかな。そんぐらいから、なんかえらい早いな、開けやがった。と思ってね、いやはや、まあそんな感じですよね。なんかね、30って結構大人な、印象を持ってたんだけど、今まで。なんていうかな、今までっていうのは、まあ、10代前半とか、まあ、10代後半とか、まあ、そこら辺のかなり若い時期がね、30歳か、大人になってるんだろうなと。まあ、30歳って言ったら、ちょっとごめん、言い直すけど、30歳って言ったら、
まあ大人になってるんだろうなと思ってたんだけど、割とね俺ね今ねあのクソガキのまま気がする、うん、子供おじさんってこのこと、子供部屋おじさんか、その影響かもしれん、すまねえ、うん、いや今ねその、まあ、30になったわけだけど、アンチとか見つけたらもう顔真っ赤にして自分からちょっと来いやって絡みに行くし、うん、割とねキッズ、うん、30歳という認識がないです。はい、これダメな見本ですね。はい、反面教師ですねこれ。皆さんなっちゃダメですよ、アンチはねスルーした方がいいらしいけど、うん、俺ムカつくからクイック、あっシャヘブつけた、あの食ってかかりに行くけどね。はい、これも性格でしょう、性格しゃーなし。なんであの給食修理団おかしいないなんかバックして戻ってきたんやけど、わざわざバックして戻ってきて、なんか手前のドアに貼り付けやがって、やらせやろ。はい、まあそれはともかく、そうなんていうの、アニメキャラで言ったらさ、あのエヴァンゲリオンの梶良治みたいな感じの、よしよし、なんかこうすかしてるわけじゃないけど、なんかこう若い子にこうアドバイスできる人みたいな、そういうイメージがね強かったんだけどね、うん、シスのキッズのままだ、多分ね。いやそのちょっとね、なんていうか、そのリスナーじゃないけど、そのフレンドの人にちょっと相談をもらったんですよ。うん、そのなんていうかな、まあ、いじめではないけど気に入らないやつがいてどうすればいいですかって、まあ一緒にプレイしてる時にね、その相談受けたんだけど、なんかもう、はぶん殴れやとそんな感じやん俺、うん、ごめんね、なんかあのキッズで割と、うん、なんかそう俺ね、あのあれだ、うん、なんか一生梶良治にはなれん気がする、うん、まあ、そこはいっか。これはさ、あれでしょ、多様性ってやつですよ。多様性。わかりますか皆さん。便利な言葉でしょ、多様性。はい。というわけでね、まあ、御年って自分で言っちゃいかんのか。いかんというか、その、言うもんではないか。まあ、今年でね、今年というか、まあ、今月でね、まあ、30と、まあ、いい年齢になりますが、まあ、中身は、まあ、割と高校生に毛が生えた感じということで。はい。まあ、そこのところはね、うん、キャラということで、ね、多めに見ていただければいいかなと思って、まあ、なんかそんな感じで、はい、やっていこうかなと思っております。うん、あと滑舌も直したいね。こう、アナウンサー的な実況がしてるんだよ。わかる？うん。はい。まあ、なんか、うん、豊富だ。今年の豊富だ、それ。はい。というわけで、普通にプレイしていこうか。こっからはね。はい。やっていきます。ちょっと待って。まあとりあえず30歳のプレイを見せてやる、うん、多分ねこのサーバー的には俺より年上の人は、まあ、あんまいないと思う、やっぱり、うん、ってことは、おい戦車、俺年上だぞ、おう、あ、ありがとう、これが年の声ですよ、わかりますか、うん、あ、先輩がなんかくたばってるな、起こしてあげようっつって、はい、僕だねやっぱ何言ってるかよく分からなくなってきた前は、はい、でこっちは一人やりきれず、はい、でちなみに、まあ、今更な感じなんだけどブレンガ使っております、うん、なぜか前に動画撮った時の流れでそのまま出撃したらなんていうの、ブレンガンだったから、まあ、これでいっかっつって、そのまま使っております、はい、まあ氷使ったやつですよ、はい、まあ、そんな感じで、まあ、こっかなんか前半死にまくったけどあれは実況のせいだから俺のせいじゃないか、はい、というわけでこれも本気でいくからな、うえ、あ、このなんか管理棟みたいなとこいるな、はい、バイバイ、 OK、 30歳のエームですよ、年季が違う、あ、ちょ、いたわれ、うん、終わった、はい、というわけでね、30になりましたが、変わらず、できればね変わらず
やっていきます、元気に。というわけでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。